こんにちは、ウイコン TV です。今日もご覧いただきありがとうございます。皆さんからいただいた第33節 FC 東京戦のコンサーサポーターが選ぶ印象に残ったシーン紹介していきます。早速いってみましょう。マッサーさん、ミシャのセーター原価継ぎ、最終節も衣装は確定ですね。はい、これね、まあ、最終節もね、あのセーター着るでしょうね。 で確か横浜 FC 戦からあのセーターを着だして、ね、負けなしっていうね本当にね縁起のいいセーターになっていますであれね先週からね誕生日のプレゼントにもらったっていうねいうところがねまたすごくいいなっていうエピソードがありますねまあ最終節もねこのセーターで勝ってもらってねもう何だったらね来年の開幕戦もあのセーターでね出てほしいですねリッカさん。 FC 東京の渡辺龍馬選手と大八君の前橋育英組による戯れで。これね渡辺選手がちょっとこう足でね軽く蹴るような素振りでね岡村選手にちょっかいかけててね、まあ、仲良さそうにしてましたねで2人はね前橋育英高校で同期だったってことであの渡辺選手のね YouTube にも岡村選手が出て飲み会をねしながらサッカーについて語るみたいなねコンテンツにも出演をしていました で2人ともねかなり仲良さそうな感じでねいいですねママさん大森選手のゴール見て浅野選手の幻のゴールを思い出した方も多いはずあれも決まってたらなぁと未練たらたらな私で浅野選手のねあれは福岡戦のねスーパーロングシュートですねで微妙な判定のあのハンドがあってでゴールね取り消しになってしまいましたけどあのシュートもね見事なコントロールだったと思います であのシュートはね残念ながらノーゴールになりましたけれどもあのクラスのシュートがね一、まあ、つのシーズンで日本見られるっていうのはね、まあ、なかなかない確率じゃないかなと思います。で多分あのくらいのロングシュートになるとあの2018年のねジェイ選手が広島戦で決めたすごいのありましたけどあのゴールまで遡るんじゃないかなと思いますね。ヤバさん。 大盛りのゴールにみんなが祝福に行くシーンはグッときました。いや本当ねみんなからのね祝福がすごかったですね。でやっぱりねあのルーキーのゴールっていうのはねちょっと特別なものがねあるのかもしれないですね。でたくさんね写真とか動画流れてきましたけどやっぱりねみんなすごく嬉しそうでね良かったなと思いますね。 で大森選手ね、まあ、今シーズン、まあ、怪我でね出遅れて、ね、なかなかコンディションがまあ整ってこなかったっていう中で、まあ、ようやくね試合に絡めてきてでそこからのゴールっていう結果はね本当に嬉しいんじゃないかなと思いますね「カメラやニコンさん,っていいんですかねダゾーンで解説の清水典久さ,さんがペトロビッチ監督を何度もミハイロビッチと呼んでいた件はいあの この略し方はね、新しいなと思いましたね。まあでもね、あの、清水さんの解説ね、まあ札幌のサッカーにも結構詳しい感じで、わかりやすいね、解説だったなと思います。で、フォロワーさんから教えてもらったんですけど、清水さんは2000年の9月から半年間ですね、札幌で、レンタルでね、プレーをしてますね。ノブさん、菅さん600試合出場おめでとうございます。遠藤康人、 奈良崎正剛、南雄太、中島裕紀、山瀬浩二に続いて、六人目ということですが。今作関係者が、この中に二人もいるのは、誇らしいですね。ね杉野選手ね、六百試合達成ということで。まあジリーグの中でもね、今まで六人しか達成してないということで。もうこれはね、レジェンドと言って良いと思います。でちなみに、その六百試合を達成している選手の記録を調べてみたんですけれども。 遠藤が776試合で良崎660試合で中島612試合で,南試合で山瀬この中で奈良崎と南は現役引退ということですが、まあ、その他のね3人はまだ現役なんで、まあ、ここからね記録を伸ばしていくと考えるとね恐ろしいですね。 ねスゲ選手にはねもうここから一つでもね多く上に行ってほしいですけれども、まずはねマチダゼルビアの中島選手との差がえっと十二試合なんで、まずはねここからですかね。カラス P さん、またいろいろとかみ合ってきたのに終わっちゃうのはもったいない。で毎年ねコンサドー,ーレ終盤はね調子いいですからね。 で今年もねここ3試合負けなしの2勝1敗ということで、まあ、もう少しね見ていたいっていうのはねよくわかりますねでこのあたりはねあの秋春制がね実際に運用されてきたらまたスケジュールにねブレイクもまあ含まれてくるわけでこういうね調子の浮き沈みみたいなものもねどうなるかっていうのは気になるところですねセッサン札幌と FC 東京両方に所属したことのある香川健一さんがスタグルに出店 もちろんご本人も店頭に立たれてファンサービスもされていました。で、これ、カツサンドと豚汁が食べられるスタグルを出店されていたとのことです。で、ツイッターでもね、結構たくさんね、加賀選手のね、写真見かけましたね。で、かなりたくさんね、ファンさんにも答えてたみたいです。で、加賀選手なんですが、2005年と2006年にコンサドーレでね、プレイしていたとのことです。 で今40歳で、えー、とブラウブリッツ秋田に所属していますまだ現役でねプレーしてますね以上 FC 東京戦のコンサーサポーターが選ぶ印象に残ったシーンでしたコメントを使わせていただいた皆さんコメントを書いていただいた皆さんありがとうございましたこのアンケート投稿を募集している Twitter アカウントは概要欄に記載していますので気になる方はチェックしてみてください というわけでこのチャンネルではこんな感じでコンサドー,ーレについての話題をお届けしています。ちょっとでも共感できたという部分があればいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。また次の動画でお会いしましょう。それでは。